E プラスをご覧になっている皆さん、こんにちは。サムライセブンの演出の岡村俊一です。この度サムライセブンついに3回目の再演が決まりました。サムライセブンというのはアニメにな、あの7人の侍が NHK でアニメになってて、そのアニメ版の方を舞台化したいという話が来たんですよ。黒沢監督の7人の侍のスピリッツを継いだアニメが、面白いアニメがあるんで、それを舞台にしたいというプロデューサーからのオーダーに乗って見てみたら、このアニメがなかなか、なんて言うんでしょうかね、攻撃的なアニメで、よく NHK でこんなの応援する、オンエアできたなみたいなものだったので、とても楽しく舞台化することができましたね。もともとだから戦後10年ぐらいの時にできてるんですよ。あの戦争が終わって10年後ぐらいに黒澤明さんがお作りになった。だからその戦後の廃墟みたいなところから人間がどう立ち上がっていくかとか、戦いとは何なのかみたいなものが全部入ってて、ちょうど今日本人が見るにはちょうどいいようなイメージがあると思いますね。そうですね、今回特に今馬場と中川内君とが対決できるっていうのはちょっと面白いですね。特に馬場は僕は何度かやってるし、この前の幕末純情伝というのはとてつもなく良かったんで、馬場君の侍は期待できますね。で中川内君は初演から1回空いてるんですけど、体がスピード感があるんで、急増役はぴったりですね。それから中川君だな、中川君の2回目から出てもらってるんですけど、歌にしたんですよ。右京っていうキャラクターがちょっと狂気のキャラクターなんで、単純にセリフで表現すると面白くなかったことが、歌にしたものすごいイメージが広がって、中川君の歌はこれはちょっと必見のシーンがありますね。そうですね、全般的には変える気ないんですけど、せっかく馬場中川内の共演っていうのはちょっとある種の不安層に強烈なインパクトを与えてるらしいんで、それは舞台上でガチンコできるような設定なりシークエンスは作ろうと思ってますけどね。まあ、青山劇場のセリを使ってやりますんで、ダイナミックですよ。これは、まあ、僕のホームグラウンドみたいなもんなんで、青山劇場の構造を最も、駆使できるような装置にはなると思います。サムライセブンは、まあ、今の日本が見つめるべき題材みたいなものを持ってますんで、ぜひ見て何かを感じて入っていただいて、ぜひ劇場にお越しください。